ひなの避難所、ひなひな。世界のお姉さま、お嬢様、おはようございます。ひなです。本日はカバンの中身紹介をさせていただきます。カバンの中身紹介といえば、 YouTube を配信している身としては一度やりたかったんですけれども、今月バッグを変える予定でしたので、変えてからと考えておりました。やっと念願のカバンの中身紹介、有言実行させていただきます。というわけで、まずはメインで使っているバッグを紹介させていただきます。まずはこちら、リズリサさんのバッグです。リンゴとウサギ柄がとっても可愛くてお気に入りです。ピンクも結構パキッとしたピンクで、こちらにサイカちゃんのバッグチャームを2点つけていて、使い込んでいるといった雰囲気です。こちらのサイカちゃんのバッグチャームはちなみに作りました。一番くじのデザインなんですけれども、引き当てる自信がなかったので作ってしまいました。公式さん、ごめんなさい。そしてお次は、先日お迎えしたばかりのメゾンドフルールさんとウィッシュミーメルちゃんのコラボのリュックサックです。とても可愛いです。さりげないウィッシュミーメルちゃんの片押しだったり、こちらのリボン柄が本当に可愛いんです。いろんな表情のウィッシュミーメルちゃんが印刷されていて、印刷かな、刺繍かな、印刷ですね。可愛いんです。というわけで、お気に入りのバッグはこちらの2点です。他にもお気に入りはあるんですけれども、メインで使っているのが以上2点のバッグになります。そして本当に気まぐれに気まぐれなんですけれども、とっても重宝しているのでもう1点紹介させていただきます。こちらはバッグというよりも iPhone のためのショルダーバッグです。デザインがさやかちゃんデザインで、とってもお気に入りなんです。こちらに一昨年出されたメゾンドフルールさん×窓マギのさやかちゃんデザインのバッグチャームと、そしてこちらは昨年の窓マギ10のさやかちゃんのバッグチャームというか、ストラップです。ストラップをバッグチャームにしております。こちら iPhone 用のショルダー、とっても使いやすいです。というわけで、メインで使っているバッグを紹介させていただきましたので、いよいよカバンの中身紹介というものをさせていただきます。参考にならないカバンの中身紹介動画、当チャンネルはそういった雰囲気になっていきますが、よかったら最後までお付き合いください。まずはこちら iPad です。最近小説を書いたりイラストを書いたり交互なので、こちらのケースを使っております。こちらもブルーなんです。なんだかんだ私は青も好きなんですよ。最近ピンクピンクって言ってきましたが、はい、こちらとっても使いやすいんです。一昨年の誕生日動画で紹介したキーボードのついたケースなんですけれども、腕が疲れず小説が書けます。そして映り込めないんですけれども、こちらにアップルペンシルを差し込むこともできて、持ち運びに便利なケースとなっております。ケースはカレルチャペックさんのケースです。やっぱりカレルチャペックさん推しております。なお、参考程度に少しお話ししておきますと、バッグがメゾンドフルールさんの時はこちらのキーボードのついた方の iPhone のケースは入りませんので、メゾンドフルールさんのリュックサックを使っている時は iPad はこちらのケースで持ち運んでおります。こちらもカレルチャペックさんのケースに入れているんですけれども、キーボードのついたケースよりも小さめの iPad ケースで、こちら Apple Pencil のペンケースと、こちらコンパクトな、まあただこちらのケースの時はお絵描きのみができるといった仕様なので、小説書きたい時は iPhone から書いております。そして引き続きまして、こちら浅香愛人様監修のミニサイズのクリアファイルです。 A4 サイズのコピー用紙を半分に折って入るサイズなので、 YouTube のカンニングペーパーだったりとか、もろもろの台本だったりを挟んでおくのに便利なんですけれども、こちらブルーがとっても綺麗でお気に入りです。もう何年使ってるんだって話なんですけれども、ストック一生分かっていうぐらい買っておいたので一生使えそうです。そしてびっくりするのがこちらなんです。うさぎさん、そう、このうさぎさんがエモいんです。とても可愛くないですか。青いジュエリーを持ったうさぎさんって一生使えます。そして引き続きまして、こちらは小説の下書きだったり小説の設定とかをメモしているためのファイルです。こちらね、見せない方がいいのかな、見えないよね多分。いや、見えてたりして、こんな感じで小説の下書きだったり設定だったりを私だけに分かるように自己満足仕様で書いております。
そして引き続きましてこちらは使用中のマスクを入れておくためのジッパーバッグです。こちらのジッパーバッグもストック持ち歩いてまして、サンリオさんデザインです。100均で見かけた方は買ってみてください。使いやすいです。そしてこちらも一昨年のさやかちゃんのポーチなんですけれども、そういえば一昨年窓マギのアパレルグッズよく出ていましたね。布物がよく出ていた。本日この中に入っているのはランちゃんです。とっても可愛いです。毎日キューポッシュさんを連れ歩くわけにはいかないので、一人で行動する時だったり遠くへ行く時だったりは基本アクスタメインではないでしょうか。そしてお次はイオンスーパーさんと窓マギがコラボされた時のミニノートです。こちらバレンタイン仕様のデザインでとっても可愛いんですけれども、中のマス目もとっても書きやすくてお気に入りです。何か思いついた時だったりとかメモしたい時だったりとかに使っております。そしてこちらもルーズリーフなんですけれども、こちらは気まぐれに使ってまして、こちらに定規もつけております。そしてこちらはティッシュです。もうなくなりそうなんですけれども、実はプリキュアのティッシュを使っておりまして、とっても可愛いです。ランちゃん天使、こちらティッシュが一枚一枚一人一人のキャラクターが書かれていて、ランちゃんが出てきた時はどうしよう、使うのもったいないけど今日はハッピーな日って考えております。ティッシュ占いができます。皆様もティッシュで推しが出てきたら今日はハッピーってしてみませんか。そしてこちら、私手帳って今まで書かなかったんですけれども、こちらの手帳まさかのカレルチャペンク様のデザインでとっても気に入ったので、今年は手帳を書いてみることにしました。今年の年末に私的手帳の書き方という動画を出してみたいと思います。普段文房具をあまり集めなかったり手帳にあんまり時間を使わないよという方におすすめしたいような動画の内容にしたいと思いますので、ぜひ今年の年末あんまり普段文房具使わないよといったような視聴者様に見てほしいなと思います。文具になってもカレルチャペックさんはやっぱり神です。そして引き続きまして、またまたカレルチャペックさんのポーチと、こちらプリキュアのポーチなんですけれども、こちらにはフォーク、スプーン、割り箸、ストローを入れております。そしてこちらはタオルハンカチです。基本的に宝塚さん関連のタオルハンカチを使っておりまして、和王洋華様監修か朝香真奈人様監修のタオルハンカチをよく使っている私、本日は和王洋華様監修のタオルハンカチがバッグに入っておりました。本当に何年使ってるんだって話なんですけれども。そしてこちらは自宅の鍵と祖母の家の鍵が入っております。祖母の家の鍵は勝手に出入りできるように作っていただきました。何せ大切な作業部屋に使わせていただいているので。そしてこちらは充電器だったりとか音楽を聴く機械だったりとかが入っております。音楽を聴く機械ってなんだって感じなんですけれども、こちらです。あ、そうそう、イヤホンも入ってました。そしてこちらが充電器で、そしてこちらは先ほどのウォークマンと接続したら録音できるという線です。ピーターラビットさんのポーチは誕生日動画で紹介させていただいたんですけども、ピーターラビットさんのポーチに結局ウィッシュミーメルちゃんのキーホルダーをつけていてエモいです。ウィッシュミーメルちゃんをつけることによってバッグの中で紛失しにくいです。ウィッシュミーメルちゃんついてないとバッグの中に入れていてもどっかに埋まっちゃったりとかしてそうですし。引き続きこちらは手袋です。すぐに手が割れてくるので手を守ることは大切です。こちらマイメロちゃんデザインなんです。一昨年だったかな、京都店さんマイメロちゃんの手袋一瞬で売り切れていたんですけれども、今年は割と余裕があったみたいで、ただ一昨年の悲劇を繰り返したくないので、昨年か、もう昨年ですね、今回の冬はマイメロちゃんの手袋出た瞬間買いました。そしてこちらは除菌スプレーです。
そしてこちらは呪術廻戦ゼロのお骨くんのポーズです。こちらはお仕事中にアクセサリーを保管していたり、あとお守りの銀杏を入れております。四つ角の銀杏を入れておくといいことがあると京都では言われているんですけれども、他の地域の方はどうなんでしょうか。そしてこちらハンドクリームや絆創膏を入れております。こちらリボンが外れてしまって修理しないといけないんですけれども、絆創膏は普通に絆創膏でして、こちらのハンドクリームで私の手がこんなに綺麗に改善されました。本当に手真っ赤で、一時期動画を撮っている時もスタンプつけてたじゃないですか。やばかったんですよ。放送禁止レベルだったんですけれども、こちらのハンドクリームコテコテに塗ってたら治りました。ただ癒し系のハンドクリームも常備しております。いよいよ終盤に差し掛かりました。財布は暖色がいいという説を聞いたので、金がいいという方もいらっしゃいますね。私は暖色説を押してジルバイジルスチュアートさんのお財布を使っております。本当に定番ですよね。母がこれずっと売ってるねって言っておりましたが、本当にジルバイジルスチュアートさん、ラインストーンがついているデザインを作られる以外のイメージがないです。今度はキューポートさん使いたいなとか考えているんですけれども、やっぱり暖色がいいっていうことはピンクより赤の方が強いんでしょうか。そしてこちら生理用品が入っております。女の子グッズって言わないんですよね。女の子グッズとか言った方が可愛いんでしょうけども、そういう可愛い路線は目指していないので、バンバン専門用語足しちゃいます。そしてラストは呪術廻戦ゼロのパスケースです。とっても可愛い。ピッてワンタッチで操作できるので便利です。というわけでバッグの中身紹介をさせていただきました。念願かなったんですけれども、いかがでしたでしょうか。全く参考にはなっていないと思いますが、というかそもそも外出先でお絵かきしたり小説書かれる方って一部ですよねという話でしたが、まあ、ずっと愛用していたアクシーズファムさんのバッグを処分してしまったので、青コーデした時どうなるんだって話なんですけれども、とりあえず青コーデした時はピンクと青で窓さやちゃんしとりコーデみたいな言い切っちゃおうと思います。こちら本当にどっちのバッグもお気に入りで、しばらく重宝させていただきたいなと思います。バッグの中身紹介ってなかなか難しかったです。あと日によっては参考書だったり画材だったり小説だったりを入れてるので、本当にその日その日によるんですけれども、そういえばウェットティッシュが出てこなかったんですけれども、ウェットティッシュどこ行っちゃったんでしょう。あれ本当にない。あ、そっか、さっき使ってたから出してたんです。ウェットティッシュはこのキレイキレイ派です。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ひなでした。